くん、久しぶりね。ウィンドブルーム祭の時期にモンドであなたと会えるなんて、とんでもないサプライズだわ。俺がモンドに来たことは、リサ先輩もとっくにしていただろ。あら、やっぱりあなたには隠し通せないわね。でも、いずれまた会えると分かっていたから、自分から会いに行こうとはしなかったのよ。ああ。先生も言っていたが、俺たちのように同じ意志に従う者は、必ずまたどこかで再会する。ジュライセン先生の話はいつも死守に富んでいるわね。私は先生のそういったところを多く受け継いだけれど、瀬野くんは、うん。やっぱり、先生の型破りなところに、そっくりね。リサ先輩、俺も今や大マハマトラだ。その言い方は、いささか不適切と言える。それに、俺のジョークは先生よりもはるかに出来がいい。あら、そうかしら？あなたは、モンドじゃただの冒険者セノだって聞いたけれど。確かに、その通りだ。この時期のモンドは、悪くないでしょ？ああ。とてもいい場所だ。今回の旅を通して、先輩が学院を去ってここに戻った理由が、少しは理解できたよ。ええ。あなたの先輩はいつだって聡明なのよ。先生も先輩のように融通が効いたらよかったんだがな。きっと人生の半分をもっと楽に過ごせていただろうに。頑固とは百害あって一利なしだ。まさか退任した先生の悪口を言えるほどになるなんてね。どうやら先生もいろいろと変わったのかしら。ただまあ、頑固に関しては大半の学者がそうだから仕方ないわ。そういった雰囲気があなたに影響を与えないことを私も願っていたの。だから、あなたにはモンドを見てもらって自由を体験してほしかったのよ。コレイちゃんのことは聞いたわ。幼少期の影響がまだ完全には消えていないようね。でも、今回彼女に会ってみたら前よりも断然良くなっていたわ。あなたも彼女の先生って言えなくもないんでしょ？あなたたちって結構似ているところがあるわよね。何しろ、ヘルマヌビスの力はあなたにも苦痛を与えていたんだから。もうすべて過去のことだ。ましてや先生も、上が望んでいたように砂漠の民である俺を祭祀の力の実験品として扱うことをしなかった。それに、俺が今の暮らしを手に入れられたのは、先生のおかげだ。俺を引き取り、知識を授け、スメールの生活に溶け込む術を教えてくれた。感謝しかない。あなたにはとても才能があるわ。でも、才能は、時に呪いにもなるの。けれど、先生がそれほど頑固で亡くなったのは、学生であり、養子でもあるあなたがいたからというのも事実ね。先輩として、二人のことをとても嬉しく思うわ。はぁ、あ。こうしてふとした瞬間に真面目な話が続く感じ。本当に懐かしいわね。厳密には、リサ先輩も我々の一員であり、いわば一家の長女のような存在だ。姉が父親の話し方を受け継ぐのは、至って当然のことだろう。なら、私のことは先輩じゃなくて、リサお姉ちゃんって呼ぶべきね。それは、遠慮しておこう。小さい頃みたいに、もじもじし始めちゃって。どうしたの？これいい！スクロース！手作りのお弁当を持ってきたよ。後で一緒に食べよう。本当か？やったー。私、アンバーさんの料理のことで、一つだけ意見を言いたいの。あのね、アンバーさんって時々、料理に調味料を入れすぎることがあるでしょ？最近しょっぱいものをたくさん食べてるせいかな。ストレスと関係してるのかもな。カードゲームでもするか？ストレスを発散できるぞ。
いいんじゃない？確か、スクロースとコレイは、カードゲームが上手だったわよね。あ、そうそう。私たち、カード仲間なんだ。前もカードについて話したことがあって。カードゲームのベテラン型？機会があったら、私にも教えてちょうだい。うん。コレイはカードゲームの才能があるし、私たちの中じゃ一番強いかもね。え？私？ええ。そこばじゃみんなそう言っているわ。スメールの女の子がすごいやり手だから、いつか勝負してみたいってね。ええ！よかったね、コレイ。カードゲームで有名になったみたい。私が。ティヒヒ。よし。セノが君に送ったカードの裏面、悪くないだろ？僕もかなり念入りに考えたんだ。彼の要求はとても面白いものだったよ。ドラゴンの姿がある。かっこいい。相手が見とれるものならなおよし。自分用にデザインしたカード裏なのに、相手に見とれさせたいなんてね。これはつまり、七星召喚をプレイする場では、勝負よりも、友情を大切にしていることを意味しているのかもしれない。それから彼は、このようなものは、友達と共用してこそ意味があると言っていた。どうやら彼にとって、君は、とても仲のいい友達らしい。ついでに言うと、セノは、これを僕にも送ってくれたんだ。お返しと言ったら変だけど、うん。このゲームを、試しにやってみるのも、いいかもしれないね。ウグイさん、これは夢じゃないんだよね。本当にモンドに会いに来てくれるなんて、どうして来てくれたの？思いもしなかったよ。どないしたん？うちが来たらあかんの？リーウェイからモンドまでって、そない疲れるようなことちゃうやろ？それから、もうそろそろ、直接、ウグイスって、呼んでくれてもええんちゃう？ウグイス？え？ウグイス。慣れるまでもうちょっと時間がいるかも。そない緊張して、まだ何もしてへんのに。いや、僕は嬉しいんだ。ウィンドブルーム祭に僕に会いに来てくれてありがとう。モナお姉ちゃん、クレイね、葉っぱが四つあるお花を見つけたんだ。すっごく綺麗なんだよ。モナお姉ちゃんは好き？おや、私にくれるのですか？ありがとうございます、クレイちゃん。もっとクレイのことはめて。ええ、もちろんいいですよ。ごほん。今の私はそれがすごく得意ですから。偉大なる火花騎士クレイ。あなたはモンドの希望の炎であり、人々の担い手。担い手？おや、クレイちゃんはこのような褒め方が好きじゃなかったようですね。それでは、クレイちゃんはとても可愛いですね。帽子もリュックもとってもキュートです。ママに買ってもらったんですか？うん、
ママが言ってたよ。ドドコと一緒に選んだんだって。ドドコはこのリュックがとっても好きなんだ。だから、ドドコもこのリュックにつけてるの。あと、これを買ったとき、もう一人一緒に選んでくれた人がいたんだって。確かその人は、みんなに、おばばって呼ばれてるみたいだよ。どうしておばばが出てくるですか？いえ、待ってください。そう言われると、確かにおばばは帽子を買うのが好きでしたし、それがあの人の特徴でもありましたね。急がなくてもいいのよ。痛がっちゃ嫌よ。測量のアドバイス、ありがとうございます。まさか、スメールのレンジャー長がこの分野にも長けていたなんて、本当にすごいです。レンジャー長と測量士はよく外を回るからね。必要とする技術が被っているのも当然だよ。役に立ててよかった。機会があったら、僕もスメールに行ってみたいです。あそこは地形がとても複雑だと聞きました。直接この目で見てみたいものです。うん。確かに少し複雑だね。初めてスメールに来た人は、道に迷いやすいかも。それどころか、雨林の中で、キノコや果物の種類を気にせず食べることさえある。僕たちのところにも、よく、母風のマッシュルームを取る人がいますよ。そうだ。君たちは母風のマッシュルームをレシピに加えて、アレンジしてみようとしたことはあるかい？単品で食べると確かに食感が良くないけど、他の食材と一緒に調理すれば、少し良くなるかもしれない。僕は試したことないですが、そう言われると、なんだかやってみたくなってきました。うん。僕も試してみたいな。後で母風のマッシュルームを取りに行こうか。